国際郵便とは単一の国家等において指定された事業体が異なる地域間における郵便を言う。国際郵便については国際連合の専門機関として万国郵便連合がある。万国郵便連合においては万国郵便条約をはじめとする各種の条約を採択しており、それらの条約に基づいて業務が行われる。そのため国際郵便ではフランス語、 または、英語が使用されている。国際郵便で取り扱う郵便物は、普通、国際郵便物と呼ばれる。国際郵便物は、種類に応じて、税関による検査を受けることもあり、配達までに必要な時間が増えることがある。日本における、国際郵便の取り扱いについては、郵便法に基づき総務省が監督する、特殊会社である、日本郵便株式会社が、 条約上の指定された事業体にあたり、郵便法の第2条に基づき、郵便の業務として、国際郵便の業務を行う。日本郵便の国際郵便約款第1条第1項は、外国に、あてまたは外国から到着する郵便物を国際郵便物と定めている。なお、国際郵便約款第4条において、北方諸島は当分の間、 外国とみなすとなっている。なお、国際スピード郵便物と航空扱いとした小包み郵便物については郵便追跡サービスの使用が可能である。国際小包みの総フラベル日本郵便が国際郵便約款の第9条等において次の通り国際郵便物について規定している。日本国外宛ての通常郵便物及び 小包郵便物については航空扱い、s l 扱い及び船便扱いが条件に応じて行われる。日本国外宛ての通常郵便物及び小包郵便物については条件に応じて特殊取扱いが可能である。日本国内で国際郵便物の通関交換業務を取り扱う郵便局及び過去に取り扱っていた郵便局は可表の通り。 民営化前の取扱い廃止局民営化後の取扱い廃止局ありがとうございます。